まあ、ある意味こうあの月を自分の味方につけているという、うん、なので運がいい人のことを月がある、あ、そういう風な説もあるみたいです、信じるか信じないかはあなた次第です。アップル製品をこよなく愛し、著名人がこぞって相談に訪れるというこの芸人が語るのは、スマートフォンの普及により Twitter や Instagram などの SNS はやっていて当然というくらいに生活の中に浸透していて、はい、自分の私生活を写真と一緒にアップするのが当たり前の時代になりました、うん、特に芸能人ともなればファンに向けてのメッセージを SNS で発信することも多いと思います。そんなすっかり日常に溶け込んでいる SNS ですが、うん、皆さんが気軽にアップしているその写真の中に自らを危険にさらしてしまうアップしてはいけない写真というものがあることをご存知でしょうか、それは一体どういったものなのか、まずはこちらをご覧ください、こちらですね、
自動販売機でいつも買っているお気に入りのジュースでしょうか、はい、をアップした写真なんですけれども、実はこれ投稿者の自宅が特定されてしまうかもしれない非常に危険な写真なんです。何、一体どこなのか、はい、その危険はどこなのかなんですけれども、こちらの部分なんです。開きます。よく見ると住所が表示されたステッカーが入ってますよね。実は自動販売機には事件や事故、火事などに遭遇して通報しようとなった時にその住所が分からなくて通報が遅れてしまうといったことがないように、このようなステッカーが貼られている場合があるんです。これに気づかずうっかり SNS に投稿してしまうと、いつもここで買っているんだということはこの辺りに自宅があるんではないかといった具合に自宅の周辺住所がバレてしまう危険性があるんです。続いてこちらをご覧ください。新しい靴で出勤、これ飛ぶで、はい、よくメッセージと、はい、まあ、お気に入りの靴が写ってる写真なんですけれども、実はこの写真も投稿者の自宅が特定されてしまうかもしれない非常に危険な写真なんです。どこが危険なのか、注目していただきたいのはこちらのマンホールです。はい、実はマンホールには地域限定のデザインというものが存在しているんです。そうかそうか。このマンホールインターネットで調べると簡単に出てきてしまうんですが、葛飾区にある亀有桜通りにしかないデザインということが分かるんです。すごいこちらですね、はい、ということで新しい靴で出勤とありますので、この投稿者は亀有桜通りの周辺に住んでいるのではないかといった具合に周辺住所が分かってしまうわけなんです。なるほどね。続いてこちらをご覧ください。あら、はい、ティナちゃん、こちらは、スタジオにいる玉城ティナさんのツイッターからお借りした写真です。はい、実はこの写真の中にも危険が潜んでいるんです。やばいよ。注目していただきたいのはこちらの瞳の部分です。目の中だ。映るの銀さんも分かるんですか。はい、これ分かりますかね。これあったね、映画でね。自撮りで撮影しているスマートフォンらしきものが映り込んでるの分かりますよね。ほう、はい、この写真であればまだ安全ですが、実際にアイドルがブログにアップした写真からその瞳に映り込んでいた人影が特定されて彼氏がいるのではと騒動になったこともあるんです。 ありました。そうあった。また昨年徳島県警が画像編集ソフトを駆使することで被害者の写真からその瞳に映り込んだ容疑者の姿を解析することに成功し、これが大きな証拠となったということもあります。すごいな。このような SNS に投稿されたさまざまな情報からその投稿者の自宅を特定し、その情報を販売している業者もいると言われているんです。何気なく投稿された1枚の写真からその人のプライバシーが簡単に丸裸になってしまう、そんな時代がもうすでに訪れているのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。まあ、私すごいゲームが好きなので、ふわってくるな、ふわっと音声がふわってくるな、あるよな、必要以上に低い声出してないから、ゲームがすごい好きなんです、はい、なんで、まあ、オンラインゲームという、まあ、もう聞き慣れた言葉だと思うんですけど、日本で、まあ、最近では大ブームですけど、もっと前には世界で大ブームになってまして、もうやったことある人口で言ったら2人に1人はオンラインゲーム体験してます。はい、で日本でも今すごくヒットしますけど、はい、世界ではもっとヒットしてて、中でも一番ヒットしてるのがアメリカ合衆国、うん、この国でオンラインゲームが一番人気なんですけど、オンラインゲームって言っても、まあ、いっぱいあるんですよ、はい、ジャンルが、はい、その中で圧倒的ダントツ人気を誇るのが戦争ゲームなんです。ああ言うね。アメリカズアーミーですね。あ、うん、まあ、こんなにもリアルなんです。もうゲームじゃないんですよ。はい、これをインカムをつけてみんな仲間とやり取りしながらこうやって、あ、これ上、左上でやり取り、はい、左上でやり取りが残っていたりですね、画面が明るい、はい、これぐらいリアルな画面っていう、めっちゃリアルだね。そうなんです。人が倒れる瞬間であるとか、まあ、こうやってリアルになってる。やられた、うん、で昔はですね、こうやって出てくるのがモンスターだったりしたんですけど、もう今は人対人なんですよ。うわ、だからまるで世界情勢を反映したような、はい、そうなんです。これ一番人気なのが今中東を攻めてるというこのゲームなんですね。で主人公はもちろんアメリカ人ですし、アメリカ人は中東を攻める。そして普通に銃で撃ったら倒れるんじゃなくて、頭を狙わないと確実な死なかったり、で心臓でももうちょっとずれてるだけでまた立ち上がってやってくるので、確実にやらないといけないとかいう。で、あれだけクオリティ高くて、あれだけ美しい画面なんですけど、なんとあれのゲーム無料なんです。
でもちろんその後に強い武器が欲しかったり強い人間になりたかったら課金という制度もありますけど、基本的には小学生であろうと簡単な登録すれば戦争のああいう疑似体験ができてしまう。 R 指定みたいのないの？あれこれがね、日本だったらむちゃくちゃあるんですよ、でアメリカはもうほぼないと言っても、なんでなん、実はですね、これもう3ヶ月に1回とか2ヶ月に1回のペースで戦争のオンラインゲームがどん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 新作が出るんですよ。でどんどん出るし、まあ、その度にヒットを繰り返すんですよ。でこれを支えてるのがファンであるかメーカーであるか、そうじゃなくて実はもうアメリカ合衆国政府なんです。おう、これがもうゲームを PR してるんですよ。400万人の、まあ、ユーザーが愛してるゲームなんですね。でこれを400万人の中でじゃあ一番強いのは誰だっていう大規模なトーナメントをこう行うんですよ、これが恐ろしいのが上位200人ぐらいの人に対してなんとアメリカ陸軍がスカウトに行ってる、だから言うたらやな、デスクからやな、そうなんです、兵士に指示を送るので優秀なわけや、もう、もうそうですね、作戦とか。で、だけど、でもサッカーゲーム上手い人がみんなサッカー上手いわけじゃないじゃないですか。でも実は戦争ゲームだけは違いまして、これ実験でも結果が出てしまってるんですけど、普通に陸軍入った人とゲーマーで極めた人が陸軍入った人、明らかに戦闘能力高いのはゲーマーの方。で中でも一番違うのが忍耐力が違うんですって。どんだけ辛くてもどんだけ寝てなかったりしても目的を達成するためになんかそれまで頑張ってしまう。ミッションクリアに対する集中力が違う、それが兵士としては一番大事なとこない。そうなんです、諦めなかったり痛いとか熱いとか弱音を吐かないのがやっぱりゲーマーで、知らないで忍耐力が培ってる。なるほど。それがなんともう小学生の間で友達同士でもうやり取りタダでできてしまうというのが強いアメリカで、もう知らない間にゲームでアメリカ兵士になる訓練というのがもうなされているという、信じるか信じないかはあなた次第。すげえ。で今プレデターっていう戦闘機があるんですけど、もともと偵察機だったんですけど今もうミサイル積んで、もう無人なんですよ、無人戦闘機なんで人間は乗ってないんです。どっから操縦してるの？で例えば、まあ、ラスベガスにある基地からパソコンで動かして、地球の裏側の中東にミサイルを撃ち込むことができる。操作室はこういう感じで、ほんまにゲームやんな。じゃあゲームの延長なの。あかんわ。だからこの人を殺す実感もないんですよ。だからミサイルを落とした1時間後には家族で飯食ってるみたいなことがある。キムタクのスターな答え。
あの萩本欽さん、欽ちゃんですね。欽ちゃん数々のヒット番組作ってきました、はい、その番組を作る前に必ずオーディションを1000人1万人単位でして金の卵を見つけてきた人なんです。スターになる人間を見つける才能があったわけですね、うん、そのスターになるやつをどういうふうに見つけたか、非常に簡単な方法だった、知りたい。ただ質問をして答えさせるだけなんです、はいはい、例えば今田さん昨日の休み何やってました？ピアノ弾いてました。はい、ダメです。金ちゃんの理論を教えますよ、はい、スターの理論を、はい、昨日の休み何やってた？動物園に行ってた。普通答えるじゃないですか、はい、動物園面白かった？カバが大きな口開けてたんだ。その一つの質問をはしょった二つ目の答えを、一発目の昨日の休み何やってた？カバが大きな口開けてたんだっていう人がスターになるんです、そういう答えをする人は、え、何それってみんなを引きつけて、でいろいろ聞いてきて転がっていくという。なるほど。だから昨日の休み何やってた？ピアノ弾いてた。何弾いてたの？はあ、カノン。それでいいんです。昨日の休み何やってた？カノン。それでいいんです。何教えてっていう、これなんですって。萩本さんにあるけど芸人としてはどうかったの？要は新人同様の人を発掘するんで、そういう子がスターになる。なるほどなるほど。でその答えの中で一番いい質問答えをしたというのが木村拓哉。マジで？金ちゃんが未だ言い続けてるんです、はい、その時の質問は好きなもの何っていう質問だったんです、はい、それに対して木村拓哉君はお母さんの作ったお稲荷さんって答えたんです、はい、それっていうのはものすごくその答えだけでその子が愛情に包まれて非常に多くの人から優しくされ、この子も例えばその愛情をちゃんと受け取って歩んでいるということがその一言で分かるから、お母さんの作ったお稲荷さんっていう答えは非常にいい答えだから。けどそんないい答えをした木村拓哉君がなぜその番組のレギュラーにならなかったかっていうのが今回の新しい都市伝説なんですけど。でも不思議ですよね。そうですね。だったら木村拓哉君ってどっかの金ちゃんの番組出てるから落とされてるんです、うん、なぜかというと、はい、それから稽古場で木村拓哉君は金ちゃんにお稲荷君って呼ばれだしたんです、はいはいはい、そうするとスタッフも木村拓哉君のことをお稲荷君お稲荷君って呼ぶわけですよ、はい、木村拓哉君はお稲荷君って呼ばれることが嫌だった。だから俺今日稽古場行かないよってマネージャーに言って欠席したんです、はい、それでクビになった、そのままいたら金ちゃんの番組のレギュラーになってたんです。お稲荷君であかんって本能が、だからスターとスターがぶつかった結果がそうなったという話。そのオーディションで残ったのが草薙剛。チャチャの最初は草薙剛がいたんです。チャチャの最初はチャチャ隊で僕らと剛だった。じゃあ同期みたいな感じなの？はあ、やめちゃったんですか？でチャチャのデビューが決まった時に金ちゃんが剛のところ行ってこそこそっつって帰ってったんです、はいはい、それから剛は番組にも出なくなったんです、はい、でそのこそこそは何だったのか、うん、僕は10年後ぐらいに金ちゃんに聞いたんですよ、うん、そしたら剛のところ行ってあんなくすんだ連中の中にいると光を失うから帰りなさい。悪いやつ。だからあんな子たちの中に入ってデビューする人が入ってジャニーズに返したんです。チャチャめっちゃかわいい。チャチャだけチャチャおらんでよかった。盗んだ連中だけで頑張ったんですよ。チャチャ AV 業界なんですけど、はい、AV 業界今非常に多様化してて、はい、細分化されてて、はい、正直もうネタ切れ状態なんですよね、はい、新しい企画も思いつかないということ で、はい、じゃあどうしようってなった時にこれはもう一般の人に考えてもらおうと、はい、AV 業界が思ったんです、はい、でももちろん街頭インタビューしてあなたの性癖を教えてくださいっても誰も答えませんから、はい、どうしたかというとラブホテルを買収しまして、はい、そこでですねよく防犯カメラっていうのが入り口とかについてると思うんですけど、まずは入っていく客層年齢層をまずそれでマーケティングします。で終わった後のですね、まあ、部屋の状況ですね、例えばこういったものが落ちたとかこういう器具が使われてたとかそういうものを見ながら今一般の方はこういうプレイを楽しんでるんだというこういうプレイをしてるんだというのをマーケティングしてると。でさらにはちょっと室内に
カメラなんかを隠してですね、ちょっと盗み撮りをすることなんかもあるということなんですね。皆さんがラブホテルで行ってる営みが実は AV メーカーで、制作会社とか AV メーカーの何十人の前で見られてる可能性があるんです、ということで信じるか信じないかは新たしだいです。なるほど、すごい。感じてはいないですか、同窓会のシステム。なんか使う人絶対いると思います、うん、カップルでも使えるの、はい、絶対いい情報ありがとうございます。今後4年以内にこの首都圏でですね、マグニチュード7級の直下型地震が起こる、まあ、発生する可能性が 70% と、まあ、今年の1月に東大のですね地震研究所が発表したんですが、まあ、その後ですね 50% 以下と下方修正されたんですが、それでもね、あの災害はいつ起こるか分かりませんから、災害が起きた時何が大事かっていうと、今自分がいる場所、住んでいるところが、まあ、災害に強い場所なのか弱い場所なのかということなんですが、はい、実はですね、地名の由来を紐解いていくと、そこにそのヒントが隠されているんですね。まあ、元々地名というのは、まあ、先祖がつけたものなんですけども、なんでつけたかというと、その土地で何があったのか、ね、それともどういうそれが土地なのかというのを後世に伝えるためにつけたのが地名なんですね。でも今ではですね、大体その当て字が当てがわれたりとかして、本来の意味がこう後世に今に伝わってないんですね。知りたい。まあ、例えば、まあ、大阪でいうと梅田っていうところがある、梅田繁華街ありますよね。と梅ってついてると、まあ、その梅の花が昔きれいに咲いてたのかなと思いがちですが、実はこれ全く関係がなくて、実はこう梅という当て字がつけられている大抵の土地はですね、埋められたという意味合いがあるんですね。ですから梅田は田が埋められたということで梅田。あ、ね、まあ、これね、あの調べてみるとですね、この辺は昔さ水が結構やっぱ出る地域 で地滑りが起きて田が埋まったとい こう記録がやっぱ残ってるんですね。でこの首都圏にもですね、こういったことが、まあ、結構ありまして、その前にですね、ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、津波の水没マップというのがですね、首都圏に直下型地震が起きた場合、もうこれぐらいの被害があるだろうというのがこうシミュレーションされて、まあ、これはですね、まあ、今年国会で発表されたものです、はい、で昔この東京にもですね、今から約300年ぐらい前ですか、元禄大地震というのがありまして、その時に、まあマグニチュード8、それで直下型だったという記録が残ってるんですね。で今政府が想定している地震というのも、もうこれと同等の規模なわけです、うん、ですからこの地震をもとにこのシミュレーションを作成してるんですけども、でもなぜこんな、まあ、東京の内陸にまで被害が及ぶのか、うん、そうそうそう、この辺りの地名の由来を紐解いていくと、その理由が見えてくるんです、まあ、例えばで言うとですね、まあ、亀戸っていう下町にありますよね。この亀戸っていうのは、まあ、海の上にこう孤島があったんです。それが亀の形に似てたから亀島と言われていて、そこに井戸が発見されたんで亀井戸、それがいつしか亀井戸になったんですね。この辺は海沿いだったっていうこともあって、まあ、水害が避けられない土地だったんですね。でも、まあ、近くの意味ないじゃないかと思いがちなんですが、まあ、今から約550年ぐらい前ですね、東京の地図なんですが、日比谷の入江って書いてありますが、そこから先も全部海なんですね。はあ、天の像、そうです、そうです、下町の方、浅草の方もみんな沼地で、はあ、まあ、先祖がこれ埋め立てるにあたってですね、ちゃんと地名にこの辺は水害がありますよということをちゃんと後世に残すためにこれ地名をつけてくれてるんですよ、はい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 、ですから海に関する字だったりだとか池、沼、まあ、山水を使ったりとかですね、水に関する名前を結構地名につけてるんです。まあ、渋谷、池袋、溜池、浜松町、結構な広範囲であるんですよね。ほんまや。もしこういった地震災害が起こった時に、まあ、こういったね地域に住んでいる我々はどこに逃げたらいいのか、うんね、これご先祖様ですね、地名以外にもちゃんとそういうヒントを与えてくれてる、ね、どこ逃げるの。それが神社です。はい、まあ、神社っていうのは、まあ、その土地をね、まあ、何百年何千年ってやっぱ守るじゃないですか、うん、ですからその土地で最も安全な場所に建てられてると言われてるんですね。まあ、それで、まあ、今回の東日本大震災でも
まあ、そうだったんですけど、まあ、地震が起きて、まあ、津波とその、神社の関係を調べたところ驚くべき結果が出たんです、はい、こちらはですね福島県沿岸の、まあ、これ地図なんですけど、こう津波が来た押し寄せたラインに沿ってこれ神社があるんです。でいくつかは、まあ、こう津波でやられたところもあるんですけども、うんはいまあ、津波が来てるにもかかわらず神社が助かってるんです。へでもっと分かりやすいのが仙台の地図があるんですけども、波分け神社っていうのがね真ん中にありますけども、まあ、これはですね今から1000年以上前にですね常岸地震っていうのがあったんです。その時も水害が起きました、津波が来ました。でここまで波が来ましたよっていうのを伝えるために建てられた神社。名前を波分け神社にして、 それで波分け神社ってつけてこう残したんですが、今回の東日本大地震でもこの直前まで波が来て止まったそうです。ここで、まあ、これは先祖が残してくれた我々に対するメッセージですよね、まあ、これ可能性ではありますが、これをね知ってるのと知らないのでは自分の身を守る、ね、家族の身を守る一つのヒントになるんではないの。信じるか信じないかはあなた次第です。軌道修正されましたよ。どうなるかと思いましたけど、やっぱあれですよね、地の神様、だから自分の近所の神様を大切にするっていうのはなんかそういうところにあるかもしれませんね。それからあとあの幕府が整備した街道ですよね。甲州街道なんかはまあ有事の際にもう逃げられるようにということで、その周りにまあ食べられる植物を植えたりとか、ですからまあ今回宮城県でね、まあ津波の被害結構あったんですけど、はい、まあ、そこもですね奥州街道っていうのがやっぱあるんですね。でその奥州街道沿いは被害あってないです、まあ、こっち見ると、これも奥州街道平気だったんですよ。ですからまあ先人たちは昔過去にあったことをちゃんと分かっててこうやって街道を作ったかもしれないですよね。まさにね、その名前を変える話でね、はい、東京近郊のある町で、はい、自分の友達が子供の頃に近所に小さい個人所有の山があって、うん、そこを首切り山とか首吊り山って呼ばれてて、はい、そこでとにかく首吊りが起きるんですって、はい、それでいてその昔から変な話、首吊る時にはもうそこ行って首吊ったらいいんじゃみたいなんで、もう地名になってて、はい、ちゃんとその町の地図にも首吊り山ってもう書いてあったんだって、はい、でもそいつが小学校3年の時に全校朝礼で、はい、あの山は今日からニコニコ山になりましたっていう、ニコニコ山、はい、名前を変えます、ニコニコ山になりましたってでその3年後にそこニュータウン計画みたいなのが急に持ち上がって、ハッピーフレンドタウンみたいな名前になってるんです。めちゃくちゃやん。だからむしろめちゃめちゃ明るい名前のついてるところも何か逆な言われがあって、元は違ったっていうケースも結構あるみたい。シェリーさんとかアメリカとかそんなあの地名はアメリカですよね。なんか変えたりとかそんなあんまりないの、アメリカの地名は。はい、私あの横浜生まれ横浜育ちなんで、ちょっと欲しIQ 大学出身かつ IQ148 以上の高知能団体メンサ会員という異色の経歴を持つこの芸人が語るのは、実は私たちっていうのは生活の中で例えば暗証番号であったりとかパスワードであったりとか暗号によって守られている部分っていうのはいろいろあるんですね。ではこの暗号っていうのがそもそもどういうものなのかっていうのを皆さんご存知でしょうか。つまり暗号というのは誰にでも読める文章を誰にも読めないように変換する、これが暗号なんですね、はい、うん、でもルールが相手に知れ渡ってしまったら簡単に読み解くことができますよね。だから暗号っていうのはどんどん進化していって、はい、どんどん強力な暗号っていうのができていきます。第二次世界大戦の時なんですけども、非常に難解で絶対に破れないと言われる暗号を使ってた国があったんです。これがナチスドイツなんですね、はい、当時最強と言われてたドイツ軍が情報の伝達に使っていたと言われるのが暗号機エニグマなんです。ここに文章を入れたら暗号化された文章が出てくるんですけども、このドイツ軍の敵であった連合軍側としてはこのエニグマの暗号を解読することができればドイツが次にどこを攻めていくのか、兵力どこにあるのかっていうのが分かりますから、もう有利に戦争を進めることができるということで必死になって解読に乗り出すんです、はい、ここで白羽の矢が立ったのが天才数学者のアラン・チューリングという人なんです。
このチューリングはいろんな思考を重ねた結果、自分でこのエニグマの暗号を解読してくれる装置、機械を作り上げてしまうんです。でその暗号解読機を使ってドイツの暗号を読み解いて、でイギリス軍を勝利に導いたんです。はいはい。でこのチューリングという天才数学者が考え出したチューリングマシンというのが今存在している全てのコンピューターの元になったと言われているんですね。でそのコンピューターというのは最近ここ数年飛躍的な発展を遂げています。はい。最先端のものとしてはニュースとかでよく取り上げられるスーパーコンピューターっていうのが、聞き覚えあるかと思うんですけども、はい、実は今このスーパーコンピューターをはるかに超えるものが開発されようとしてるんです。それが量子コンピューターなんです。量子、今のスーパーコンピューターで数千年かかるような計算がほんの数秒で終わってしまう。だからもしこの量子コンピューターが悪用されてしまったら、最悪、国家レベルのセキュリティさえ揺るがされかねない事態なんです。うん、開発するにあたってなんですけども、それだけ最先端のコンピューターなので、やはり IQ の高い人、天才たちを集めないと実現できないと言われてるんですね。うん、これと同じことを天才数学者アラン・チューリングも考えていたんです。うん、で彼はエニグマ解読作戦の途中に、うん、もっと IQ の高い人を集めようということで、うん、IQ が高くなかったら解けないような難問のクロスワードパズルを作ります。うん、そしてこれを軍事作戦とは一切言わずに大衆的な新聞の暇つぶしのページに載せるんですね。うん、そしてこれを解いて応募してきた一般人を軍のエニグマ解読チームとして採用したの。これはゲームやってるふりをして IQ テストをして一般の人に紛れ込んだ天才を引き抜いてたんです。はい、こういう天才探しの方法は実際に今の IT 業界でも評価されてて使われているところがあるんです。実際何年か前にニュースにもなったんですけども、アメリカのシリコンバレーの高速道路の脇にちょっとこんな奇妙な看板が出たんですね。直訳すると E の値の初めて出てくる10桁の素数でドットコムって書いてあるんです。まあ、つまりどういうことかというと、数学の知識があってなおかつ IQ の高い人じゃないと解けないようなクイズが出されてたんです。うん、で今のページをアドレスバーに打ち込んだらどこに行くのかっていうのが気になりますよね。どこどこ、それで行ったらまた別のクイズが置かれてるんです。それをクイズを解く、クイズを解く、それで最終的にたどり着くのが Google の求人情報の画面やった。そこにたどり着くということで Google の採用試験の一時通過の扱いを受けたんです。 Google はこうやって天才を集めてたんです。なるほど。はい、そして今から3年前なんですけども、はい、アメリカ版2チャンネルみたいなこう掲示板サイトにちょっとネットでも噂になりました、ある奇妙な書き込みがなされたんです。何この文章をまず和訳しますと、我々は非常に知能の高い人材を求めている、全ての謎を解く一握りの人々に会えることを楽しみにしていると書いてあるんです。思いっきり天才を探そうとしてるんですね。はい、でちょうど1年後に我々はついに求めていた人材を見つけることができた、書いてある。解けたもんね。はい、それが何なのか全く分からないんです。だからもしかしたら先ほどの量子コンピューターの開発チームの採用試験だったかもしれないですし、なるほど、なるほど、はい、その組織自体も政府側の組織かもしれなければ悪意のあるテロリストだったかもしれないと思います。でいろんなところにこういう謎はあって、例えば最近日本なんかでブームになってるのが謎を解いて脱出するようなゲームいっぱいあります。あるあれも大小さまざまな団体が毎日のようにいろんな謎を出している。もしかしたらああいう謎の中にもこういった秘密のメッセージが隠されているのかもしれないんです。信じるか信じないかはあなた次第です。すごい、パズルゲームみたいなの解いて遊園地でやったーって言ったらそのままバーンって落ちてなんか連れ去られる、いやそのまま行方不明になったりっていう可能性もあるわけ。可能性はあるっていうことです。時なんかね、ハッカーの子供たちがペンタゴンとか入っていってるのは就職活動やって言うてますもんね。なるほど、これだけ優れてるよと。ザーッとセキュリティをくぐり抜けて入っていくと日本は逮捕されるけど、海外だとその企業が使おうと、お前はどうやって解いたんやというそのうちのセキュリティをそのもっと強せなからっていうので就職させるっていう。元警視庁刑事にして元公安の刑事、北芝健が今回語るのは、オウム事件といえば、まあ、17年前に、遡ってしまうんですけど、はい、今年の6月に、相次いで元オウム信者の菊池直子容疑者、高橋克也容疑者、
逮捕されましたが、ね、旧オウム真理教の教祖松本智蔵死刑囚、うん、刑が確定してからもうすでに6年経っているんですが、うん、なんで実行されないんだと。刑を執行するよりもですね、もうちょっと国家的にあるいは司法的にメリットがあることが実はあるからですね。それはですね、この松本サリン事件、地下鉄サリン事件の先にですね、まだまだ恐ろしいシナリオが待ち構えていたというものなんですね。でこれはですね、オウム真理教の当時のですね、計画した人間たちがですね、かの北朝鮮軍と組んで首都壊滅を狙っていたというシナリオなんですよ。即座にこの日本にやってこれる地点からですね、北朝鮮軍が上陸を計画していたら、オウムがですね、先遣隊となって毒ガスサリンで首都の壊滅をする。首相官邸、警察の中枢たる霞ヶ関、これらの機能を全部サリンで麻痺させる。それで首都の機能が全滅、壊滅したところに間髪を入れずに北朝鮮軍が秋田県のから侵入してくるんです、うん、もうそこはもうそこまで情報入ってるんですか？情報入ってます。一番近いのと北朝鮮の工作員がですね、必ずと言っていいぐらい、まあ、訓練も含めてですけども上陸して、さまざまなスパイ兵器、それから乱数表、通信機器などを浜に埋めてはですね、日本に上陸してくるという、まあ、最大重要地点なんですね。そしてその首都壊滅がなされた瞬間に北朝鮮軍が入ってきて東京を占拠してしまって、南下してくる、北上してくる自衛隊とですね、戦火を交える計画があった。じゃあそのオウム真理教と北朝鮮でそういうふうな話し合いとかそういう連絡とかが常にしてたわけなんですか？その通りです。まあ、覚醒剤の精製等でですね、密接な関係が当時あったので、そのようなシナリオが敷かれていてですね、本当に秒の差でですね、それが行われていたら一触即発、首都が壊滅した時に、北朝鮮軍が首都を占拠して、それだけではなくて、そうなった暁にはですね、アメリカ軍と韓国軍が軍事介入する、軍事介入すると北朝鮮軍だけでは賄えないかもしれないという危惧があって、当時の北朝鮮はですね、バックにしていた中国に軍事的な応援を要請する。そうなるとですね、四つどもえの軍の戦いがこの我が国日本で行われて、まあ大戦争、大惨事、そして日本が焦土と化す。じゃあオウムにどんなメリットがあるのかというと、まあ麻原こと松本死刑囚がですね、かねてより、まあ予言として言っていた最終戦争であるアルマゲドンというものが地上に出てくるんだと、この日本に出現するんだということが的中するという。でまあこれ、このような情報を引き出すためにですね、刑の執行が未だになされていないという話、信じるか信じないかは皆さん次第です。いや、僕が知ってるのはずっと、お前誰やねん、何古いタイプのデカには見える。新聞記者でしょ、新聞記者。友達が、ラジオ会社が帰ってきた時に、一斉に警察官がダーッて日本海側に並んだの、うん、並んだ時があるポイントポイント、うん、でなんでやねんと、なんで急に警察がここにおんねん、日本海側のあるポイント、今までは公安やったと、うん、でそれがもうオープンにどんどんなってしまったから、もう警察やねんと、警備する、警備するのがもう警察が管理するようになったんやっていうポイントが、ずっと日本海側には点々とある。あれ島根県の方の日本海側って大丈夫やったんですか？大丈夫ではないです。大丈夫じゃないですか？大体ですね、覚醒剤が密輸入される地点というのはですね、日本海側だけで100カ所あるんです。でそこには覚醒剤入ってくるぐらいだから、人間が一緒になって入ってきますよね。そうするとどこでも入れるという、まあ、お国のですね、
この国のですね様相なんですよ。でもその外事警察というか公安と言われてる方は一応把握していると。把握してます。すごいですね。なんかこの我々の知らないところで。さあ斉藤君、はい、でこれだけあの松本死刑囚の死に意味というかがあるんでしたら、はい、今後その見通しというか執行される見込みはあるんですか。いずれですね、執行される時期が来るんですね、うん、それはですね、まあ一説によると政権交代後という話もささやかれて、はい、あ次の選挙で自民党に例えば変わったとしたら、はい、その時に執行されるんじゃなかろうかと。なかろうか。でも執行されるっていうことはもうその事情を聞けたっていうことなんです、ね、入手したってことね。そういうことになりますね。私ですね、実はあの昔から外車のファンで、僕も今あの古いアメ車を乗ってるんですけども、うん、実はあの車のエンブレムにこのものすごく興奮してしまうんですよね、うん、でも実はあのエンブレムには、実に様々なメッセージが、込められているんですね、はい、まずはこちら、イタリアの名車、フェラーリのエンブレムですね。これも男なら誰しも一度はこれ憧れがあるのではないでしょうかね。そして続いては、こちらですね。これドイツの、ポルシェのエンブレムですね。これ実はあの先ほどのフェラーリと同様にこれあのポルシェもこれ羽馬のエンブレムを使用してるんですね、両方とも。ちなみに、このポルシェの羽馬はですね、ポルシェ本社のある、フィットガルト市と、同じ紋章で、この全体の金色はですね、豊穣を願った麦にちなんでるんですね。あれ、森なの？そうなんです、そうなんです。で、そもそもですよ、なぜこのドイツと、イタリアの車のメーカーが、この羽馬マークを使っているのか。はい、これにはですね、第一次世界大戦の、ドイツ対イタリアの、戦いがですね、きっかけなんですよね。当時イタリアはですね、バラッカという英雄的パイロットがいました。撃墜王と称された、彼の、戦闘機がね、こちらですね。あれ見てください。これなぜこのイタリアの戦闘機なのにこのドイツの紋章がこれついているのか、これはですねイタリア空軍はですね、撃墜した敵のマークを、自分の戦闘機につけるというこれ文化があるんですけどもですね、このバラッカはですね、宿敵ドイツの、シュツットガルト部隊を撃墜した証としてこの羽馬マークをつけていました。これつまりですね、そのこれつまりですよこれつまりですね皆さん、これイタリアと、はい、でこれをですね皆さん戻ってきましたよ。皆さん申し訳ないです、戻ってきましたよ。これ戻ってきました、戻ってきました、戻ってきました、行きましょう、お願いします。はい、そしてですね、うん、彼を称賛する意味で、うんうん、はい、この、フェラーリがですね、うん、この羽馬をエンブレムにしたんですよね、うん、なるほど、はい、あいつはすごいやっちゃった、そう、そういうことなんです、うんうん、でつまりですね、これポルシェと、フェラーリの羽馬は、うんうん、ドイツとイタリアの戦争の名残からこれずっと来てるわけですよね。そして私が注目したのはですね、こちらなんですね。フランスのこの名車シトロエンのエンブレムですね。これだけ見たらこれ何を表してるのかこれも全然分かんないですね。ただでも実はこのエンブレムにはですね、すごく深いメッセージが隠されていたんですね。こちらがですね、初代大統領、初代大統領じゃないですこちらが初代オーナーの、アンドレ・シトロエン。チャンピオン、彼の顔今どんな状態顔から判断すると坂口安里と付き合いたてぐらいの顔ですこちらがストロエはどうなってんの。すいませんね、こちらがですね初代オーナーのアンドレ・ストロエですね、はい、でこの貧しい家庭で育った彼はですね高校卒業後、これ人生を変えるためには何か大きな一手を打たなければとですね思いまして、うん、第一次世界大戦に工作員としてこれ参加します。お、はい、そこでですね、兵器の生産を学んで自動車産業に乗り出すのですけども、これ彼がすごいのはですね、これ資金を稼いだ方法なんですね。実はシトロエン、世界一のギャンブル教と言われるほどギャンブラーとして有名で、会社の資金はこれ全てカジノで稼いだお金だったんですね。その後もですね、工場を担保にギャンブルで買った金をそのまま事業に回すというまさにこれ博打経営だったんですね。でこの方法でシトロエンはなんと数年で世界4位の自動車メーカーにまで上り詰めます。
そんなギャンブルに明け暮れていたストレンの前に現れたのがニックと呼ばれたギリシャ人、はい、彼はですね350枚までのカードを出た順番通りに記憶できたという伝説のギャンブラーだったんです、はい、で当時イケイケだったこのストレンはニックの挑戦を受けてですねロンドンのカジノで世紀のギャンブル対決が行われるようになったんです。はい、1億円の賭け金からスタートしたこの勝負はですねなんと3日未満に及びました。結果はこれシトロエンの惨敗です。彼が負けた金額はカジノ史上最高額といわれる3000万フラン、これ日本円にすると1000億円以上です。これ一瞬にして今まで積み上げてきた財産を失ったシトロエンはこれ放心状態になります。そこで噂を聞きつけてやってきたのが妻のマダムシトロエン。すごい。彼女はですね彼に平手を一発大きく食らわしたとこう言い放ちました。シトロエンの車が誰かを引いても、はい、オーナーのあなたが訴えられることはないわ。ただねあなたが訴えられることはないの。なんでだ。もう一回いいですか。セリフのところが途中から入ったもちろん完全に見失ってしまいます。はい、一番最初からやっとく。一番最初みんなが不幸になる。で妻がですね、はい、シトロエンに行ったのが、はい、シトロエンの車がねあの事故にあってもオーナーのあなたが訴えられることはないわ、うん、ただ誰かの人生は大きく狂わされるのよ、うん、その責任の大きさを感じ取っていなかった、うん、そのツケが、うん、今いっぺんにあなたに帰ってきた。なるほど。すっぱだかになって人生をやり直しなさい、うん、これを機にシトロエンは経営から退き全ての時間をですねギャンブルではなく家族に捧げることにしたんです。ただですねくしくもこの後すぐに胃がんの方が見つかってしまい、はい、彼は1年後この世を去ることになります。そしてですねその今までのギャンブル人生を悔いた彼がですね、死の直前に提案したのがあの先ほどのエンブレムなんですね、はい、どういう意味、これはですねあのシトロエンがですね初めて自動車を作る際に手にした歯車をイメージしたものでですね、謙虚に初心忘れるべからずというメッセージが込められているのだそうですね。このものづくりの魂を受け継がれ、シトロエンはですね、現在も、世界のトップの、自動車メーカーとして、愛され続けております。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、横文字で ね、 そうね、やっぱりちょっとそうなんですよ、ちょっと苦戦しましたが小峠君、はい、居残り決定でございます。大統領は出てこないバージョンね。初代大統領僕は家でね、はい、練習してる時も、はい、何回もあの大統領が出てきた。車のメーカーに問わずあの創業の精神をエンブレムに込めるって会社は多いんですよね、はい、特にそのライバル関係にある会社なんかそうで、うん、今あのフェラーリのお話出ましたけどもランボルギーニなんかもそうですよね。あれ牛か。そうです、あのフェラーリがプランシングホース羽馬ですよね、はい、でランボルギーニがファイティングブルですよね。であれ並べてみるとよくわかるんですけどお互いのライバル関係っていうのがですね実はこのファイティングブルっていうのはよく見ると下から馬を突き上げるように角で見えますよね。完全にせや、これがランボルギーニの創業の精神そのもので唯一のライバルであるフェラーリを倒すために作った会社。このランボルギーニさんがずっとフェラーリの車に乗り続けてきてその品質に疑問を感じてもっといい車を作ってやると、それがこの創業の精神に込められたのがこのファイティングブルだと言われてますね。入ってきます。ありがとうございます。え、何この顔、すごい顔してる。シラミみたいな。シラミ、シラミ、シラミ。なんかすごく流暢に喋られたの。あんまり良くないなと思って。何にも珍味なことあれへんわ、ね、はいはいはい、都市伝説に関する都市伝説、ね、そうですね、まあ、はい、日本一有名なって言ってるんですけども、はい、あのいろいろありますよ、ま、でも有名な都市伝説で、はい、そうですね、あの死体洗いのバイトって
ていうのを皆さん一度は聞いたことある。ありますあります。あの学生さんなんかの高額バイトとか言って、死体洗い一体洗うと何万円とか、あのなんか俗に言うこうホルマリンのプールに浮いてって、そうです、棒でつついてこう持ってきてとか、上げてみたら背中がぐじゅぐじゅになってたとか、いろんなディテールがいろいろあるんですけど、でまあまあ先輩の知り合いがやっていたとか、ね、親戚の誰々がそういうことをなんかやってるとか、でも正直やってるっていう人はあんまり会ったことがないと思うんですよ。で実際にその死体洗いのバイトっていうのはないらしいんですよ。ないの？なんか情報はあるんですけど、ね、実際やった人ってのを調べるといないらしいんです。ほんまにないねん、そんなバイト、はい、でこれって50年ぐらい前からずっと言われてて、で未だに多分今の学生さんの間とかでも話されてる。これが実はだからどっからなんだって言ったら元ネタがあるらしいんですけど、それがこの偉大な人なんですけど、これなんとあのノーベル文学賞を取った大江健三郎さん、その人がですね、昭和32年、今からまあ50年ぐらい前に死者のおごりっていう小説を出してるんですけど、その中での主人公の男の子がこの死体洗いのバイトをしてるっていう話が創作なの？そうなんです、あって、それからそういう話が広まったんだっていうことなんですけど、大江健三郎さんにそれをあの昔あの記者の人が聞いたことがあるらしいんですけど、そこでは本当か嘘かっていうのは大江健三郎さんは明言しなかったらしいんです。だから本当にそれがあったことなのかないことなのかっていうのは未だにちゃんとわからないらしいんですよ。だから一日中ね、夜中ずっとこう、そう降りてくる死体をついたりとかするバイトって、空気が入って一回こうベッて死体が言うみたいな、そうな、怖いディテールがいっぱいついてる。あ、ついてたついてた、もう持ち上げたらズボズボって手が入っちゃうとか、はい、ある。もともとは大江健三郎の本からじゃないかって言われてるんですよ。なるほど。はい、いやマジのちゃんとした都市伝説の。いや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 世界的なスタージャッキー・チェーンなんですけども、ジャッキー・チェーンはですね、あのミスターいい人としてもものすごい有名で、例えば去年の東日本大震災ありましたけれども、ジャッキー・チェーンはですね、総資産260億円をすべて被災地の被災者に、あとは慈善事業に本当に寄付されたとか、あとはあの香港でもう誰よりも一番早くそのチャリティーを呼びかけたりとか、はい、そうです、マフィアの撲滅キャンペーンとか、もう趣旨に賛同すればもう世界中どこでもノーギャラで行ってイベントに参加するぐらい本当にいい人なんですけれども、実は最近ですね、あの中国であのジャッキー・チェーンに関するなんかあらぬ噂が飛び交っていると、はい、それがジャッキーの呪いというものなんですね、何かというと、ジャッキーがですね、まあ、広告塔になったりとか、あと CM に出たりするその企業がですね、次々と悲運の目に遭っていると、某ビデオメーカーのこれ CM なんですけれども、もうこの会社はですね、あの本当業界トップ3に入るぐらいの本当に大手企業なんですけども、CM の放映後ですね、実は経営破綻しております。さらに言うとですね、こちら、中国のコーラ、これもですねすごく大人気だったんですが、CM の放映後消滅。そしてですね、こちらですね、育毛促進剤、CM 放映後株価が急落しております、次々とですね、そのジャッキーが広告塔になった企業が、どん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 こう悲運な目に遭うということで、全てが偶然なんじゃないのとか、思われる方いらっしゃると思うんですけれども、これ実はですね、ジャッキーが明らかにしていない闇の顔が実は関係している。何？実はですね、今挙げたその3つの企業それぞれある共通点が存在することが分かったんですね、それがですね、悪徳経営、そして不正の数々。ほう。ちなみにですね、こちらのビデオメーカー、経営のトップが詐欺罪で逮捕された。そして中国産のコーラなんですけれども、すごく人気があったんですけれども、本家のコカ・コーラから、これパクリじゃないかと訴えられて裁判になって、裁判で負けております、さらに育毛促進剤、こちらですね、
内容物に、発がん性物質が含まれていたというのが後々明らかになって、これも発売中止になったんです、はい、これはですね、ジャッキー・チェンが実は、はい、うん、あえてそういった不正してる会社の CM をやってですね、広告塔になって、その不正企業を世に明らかにするためにわざと広告塔になっている、うん、さらに言うとですね、上海万博ありましたよね、はいはい、それで日本の曲にちょっと似てんじゃないかみたいな話題ありましたよね。ジャッキー動けた、そのイメージビデオにも実はジャッキーチェンが出てる、出てたジャッキー、これもあえて出て日本のファンたちにこの曲は日本の曲のパクリだぞっていうのアピールするためにわざわざ出ていた。ジャッキーの呪いじゃなくてジャッキーの世直しだ、ここ僕は断言したいと思います、はい、信じるか信じないかはあなた次第。今年はですね、新山千春さんとかスザンヌさん、離婚、まだそうそう決まってはないですが、三船さんとか、はい、ジョージさんの、まあ、ちょっと芸能界離婚の話題がちょっと多いですよね、はい、でこれ生まれた時に離婚の星っていうのを持って生まれた人が非常に離婚するって決まってるってことが分かったんですね。僕今まで約4万7000人の人を占ってきまして、まあこれは生年月日だったり手相だったりするデータなんですが、この離婚の星っていうのが全体の3分の1の人が持ってるんです。なかなかの確率やんか。でも3人に1人離婚の星を持って生まれてきてる。でこれ誰かなっていろいろ調べた中、陣内さんとか西川先生とかももちろん持っていました。かよ、なのでこの離婚の星と離婚の星の人が結婚するとほぼ離婚する。なるほど。でこの生まれ持った星、いろんなものがありまして、デブの星とか美人の星とかブサイクの星っていうのがありまして、生まれた時から美人になるとか、うん、ブサイクになる、デブになるともある程度決まってきて、人間以外のものにも当てはまってきまして、この物件です、家とかマンションにもそういった星があることが分かってきて、なんか仕事の幅を広げようとしてるだけ違うんですよ。ネタに聞こえてしゃーないね。結婚したいなって方は奇数回ですね、1,3,5,7,9 回に住むとパッと結婚したりとかしやすい、しやすい出会い、異性と出会いやすい、はい、あと仕事でもなかなか成果が出なかった人が、まあ、これも奇数回がいいんですが、特に5階に住むとうまくいったりとか仕事、はい、で企業でも、5階にオフィスを構えたところが、成績良かった。5階がええの？特に5階が今5階住んでらっしゃる方は暴れる5階、暴れる5階、5階ですね。自分奇数回住むと攻めが非常に強くなるので、じゃあもしもほんま皆さん引っ越す時やったら、まあ、いろんな階あるけど5階空いてたら5階の方がいいというのは覚えておいた方が、はい、はい、そうですね、これはいいですよね、うん、不動産屋には寿物件というのがありまして、その部屋に住んだ女性はみんな出てくる理由は結婚なんです。まいちゃん、エンチがあったと聞いとかんとね。はい、聞きたいです、うん、なので前住んでる方がどうして出てったんですかって聞くと、そこ結婚ですよって、毎回結婚ですよっていう物件必ず不動産あるので、そこ聞いてみると非常にマジかよかったんだいいのと、でこれまた逆もありまして、いいのと、でこれまた逆もありまして、負のパワーのある不動産もありまして、はい、これも知り合いの芸能人の方がそこに住み始めたら突然離婚するって聞いてみたら、前回住んでた方が離婚の理由で出てった部屋に引っ越したために1年以内に離婚してしまったっていうのが、そういった部屋があるので、皆さん引っ越す時は前の方がどういう理由で出てったかを聞いてみてから部屋を決めるっていうのもあると思いますので、信じるか信じないかはあなた次第。信じるよ。女性限定項目をチェックするだけであなたに秘められたあのパワーがわかる。こちらの10項目いくつ当てはまるか数えてみてください。さあ何個ありますか、カンナちゃん。6つあります。多いね。4つです。4つ、はい、4つ。私は2かな。2個。4個です。4個。はい、私7個です。7個です。みっちゃん2つ。さあこれは何ですか。こちらですね、金運を上げてくれる女の人の
星、なつまり、アゲマンの星を持った人の。舞ちゃん7。あ、多い方がいいんですか。多い方がいい、これ多い方がいい。舞ちゃん今まで付き合った男性とかどうなの。私と付き合ってなんかこう運気が上がったりとか。あ、でも以前あのゲッターさんに見てもらった時に、はい、付き合った男性に対してやっぱ一緒に上がっていくみたいなことを言われてたんですか。そうなの。そうですね、その向上しようって星は持って、うん、ただ舞さんの場合は結婚してからのよりアゲマンが発動しやすくなる。発動、え、アゲマンって発動すんの。あの結婚してからのタイプと恋愛の状況でもあのできるタイプもいろいろいまして、はい、アゲマンって、はい、一緒にいる時にあげることをどう、子が上げ相手が上がるとか下がっちゃう、はい、エヴァアゲマンなのか、付き合ってる時に運気が上がっていくっていうのはなんとなくそう思う。違うの。まあ、そういう関係を持った段階でグンって上げてくれる人もいるんです、うん、これよくプロ野球選手とかが捕まえてる女の人が多いんですけども、その人と関係性を持つと調子よくなるとか。ああ、なるほど。女離れられへんって、ね、成績上がったら。まあでも一般の方で言うと付き合ってる間なんかこの子と一緒にいるとなんか仕事で成績いいなとか流れがいいなとか、そういう、そういうことです。
5月の26日にアメリカのマイアミのフリーウェイで、ホームレスの男が全裸の男にですね顔をずっと食いちぎられるという、そしてそのまま射殺されるという事件があったんです。持ってたよね本人、はい、でそれでですねホームレスの男をこう食いちぎってる犯人は18分銃弾も受けながらもまた顔を食べてたと。食いちぎって食べてる、食いちぎってる、食いちぎって食べてる。これだけじゃなくて同じ時期、まあ、ちょうど5月6月ぐらいです、うん、アメリカで同じような事件が多発してるんです。5月29日メリーランド州で、6月2日がルイジアナ州で、6月12日がニューヨークですね。そして6月14日が同居人の愛犬を噛み込む。わすごいな。こういう事件が今年いっぱい起こったんですけども、これ容疑者捕まえてみると全員バスソルトというあの脱法のなんか薬、あ、はい、それを使っていたというふうになりまして、ゾンビドラッグ事件と言われているんです、はい、でここまではネットとか報道で全部出てます。しかしですねしばらく経って警察側がバスソルトだって言ったにもかかわらず、途中でこれはバスソルトではありませんでした、これは大麻です、はい、大麻を吸ってこうなったんですというふうに変えてきたんです、はい、でも専門家たちに言わせると大麻、うん、とかマリファナを吸ったところでこんなことにはならないと、うん、じゃあ大麻だったらなぜその場で射殺するのかと、うん、で実際、ホームレスの顔を食いちぎられた人も死んではいません、今も治療中です、うん、なのに警察はその場ですぐ射殺をしたんです、うん、でこれは明らかに何かの秘密を隠蔽しようとしてるんではないかと。あららら、実はですねアトランタにCDC というこれはあの病原菌とかウイルスとか、うん、そういうのを全部管理してるところです、はい、ちなみにここはあのアウトブレイクって映画ありましたよね、はい、ウイルス、はい、あれの舞台のなってところです、うん、これがアトランタにあるんですけど、ここの機関がなんと5月の頭にホームページを使ってあることを促すんです、うん、要はゾンビに対する備えをしてください、じゃあもう分かってたみたいな、うん、そうなんですよね。何やねゾンビに対する注意点。しかし CDC の発表した警告は実はゾンビになぞらえて感染症に注意という警告だったんです。そしてこの警告の後にアメリカ各地でゾンビ事件が増加したんです、これが出したのが5月の中旬ぐらいですよ、はい、で事件が起こり出すのがこの後です。5月の終わりから6月なんです。まるで分かってたみたいな感じ、はい、実はこの CDC というところはいろんな感染症とかそういうのも研究してますけども、軍事的な細菌兵器とかそういうのをちょっと、研究してると噂があるところなんです。なぜさそれが出てしまったかというと、何かの拍子に人間をゾンビ化してしまう薬ウイルス、そういうのがここから漏れ出してそれを服用した人がどんどんゾンビ化してってこういう事件を起こしていくんではないかと。じゃあなぜ人間をゾンビ化しなきゃいけないかというと、今戦争に行ったりすると大体化学兵器とか最新の兵器で戦って人間はそんなに戦いませんよね。でもここぞという時はやっぱり人間が行かなきゃいけないんですよね。要はランボーみたいな人間が必要になってくるんですよね。乱暴みたいな人間ということは怖いもの知らずのもう自分自身で人を食べれるようなそういうゾンビ化するやつが必要になるんですよ。それでそういう薬を開発したのが漏れてしまってどんどん出たんじゃないかと。なるほど。 CDC では軍事用の細菌兵器の研究を行っているという噂もあり、もしかしたら人間をゾンビに変えるような恐ろしい細菌やウイルスが漏れてしまったために感染症をゾンビに例えて警告をしていたのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。いやーね、クリス超怖いもん今超怖い軽いなおい。だってわざわざさせられちゃうっていうことでしょ、戦うために怖いわ。怖いですよね。怖いですよね。クリスに聞いたらだんだん怖くなくなってきた。東京大学出身かつ IQ148 以上の高知能団体メンサ会員のこの芸人が語るのは、天才物理学者アインシュタイン、うん、ただこのアインシュタインが本当の天才は自分じゃなくてこの人だと言っていた別の人物で、おいおいおい、これがジョン・フォン・ノイマンという人物なんです。
このノイマンという人物は1900年代の初め頃に活躍したハンガリー出身の数学者で、まあ、20世紀の科学史の最重要人物の一人だと評価されてるんです、はい、で何がすごかったかって IQ が高かったんです、はい、この IQ 一般の人の平均が100とされていて、はいはい、まあ、東大生の平均が120と言われてるんですが、はい、彼は300あったと、推定ですよ。めちゃくちゃ賢かったんですか、でその天才性を感じさせる逸話がたくさん残ってるんです、はい、うん、彼は6歳の時にすでに暗算で8桁の割り算をこなしていたんです。8桁の割り算で、ノイマンは後に大学の教授になるんですけど、うん、その同僚数学科の別の教授が3ヶ月ぐらいかかってようやく解けた数学の問題をノイマンに見せに来たんです、うん、それを自宅の玄関で話を聞いたノイマンはちょっと空を見上げて数秒考えた後暗算で同じ答え出したんです、というのもこのノイマンの頭の中には、まあ、バーチャルでめちゃくちゃ大きいホワイトボードがあるとされていて、それを使って計算することで、まあ、ペンとか紙とかを一切使わずに複雑な計算がこなせた。で、まあ、こういう学者の世界なんで、一定の成績を上げると例えば、まあ、ピタゴラスの定理とか、うん、あのニュートンの運動方程式みたいに名前がついたりする、ノイマン、はい、このノイマンに関しては、まあ、ありとあらゆる分野で50個以上名前を、冠50個持ってる、まさに天才中の天才だったノイマンなんですが、世の中に残したものがもう一個あるんです。これがコンピューターなんです。これ彼は1940年代にコンピューターの動作原理を自分で考案するんです。で今世界的にコンピューターいろんなところに普及してますよね、はい、この全てのコンピューターのうち実に 99% がノイマン型コンピューターと呼ばれているんです。ただこの今現在このコンピューターには天敵とも言えるものが存在してまして、それがコンピューターウイルスなんです、はい、まあ、ウイルスなんてウイルス対策ソフト入れといたら大丈夫なんじゃないか、はいはい、と考えてしまいそうになるんですけど、あるウイルス対策ソフト会社が発表したことによると、うん、今分かっているあのコンピューターウイルスによる攻撃、この中でソフトが検知できているものの割合っていうのは全体の半分にも満たないんです、うん、つまり今分かっている倍以上のコンピューターウイルスが世の中には存在しているってことなんです、うん、じゃあその仕組みって一体どういうものなのかっていう話なんですが、別の他のコンピューターの中に入り込むことによって自分自身をどん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 複製することができる、そういう性質を持ったプログラムなんです、はい、そしてこの元となる自分をどんどん複製する自己複製自己増殖の概念を考え出した人がノイマンなんです。ノイマン、つまりこのノイマンという人は今世の中を動かしているコンピューターとそれを脅かすコンピューターウイルスの両方を残したと言われているんです。これから先のこの世の中がノイマンが残したコンピューターによってより良い世界になっていくのか、それとも逆にコンピューターウイルスによって滅ぼされてしまうのか、我々が存在しているこの世界、そしてまたその未来っていうのは全てノイマンの頭の中のホワイトボードで計算されていた世界なのかもしれないです。信じるか信じないかはあなた次第です。ヒデさんこれ、いやもうその時代にもうそれだけの天才がいてもう未来を予知してたというか、技術的には作れなかったんだよねその時はね。そうですね、ね、はい、でも可能性はもうあったっていうことが発表できるってすごいよね。話理解できる人もそんなにおれへん。僕すごく麻雀が好き でプロ資格も取っちゃうぐらい麻雀すごい好きなんで、うん、ちょっと今日は麻雀絡み の、はい、あの裏プロという世界で20年間無敗のまま引退した、はい、あの麻雀の鬼と書いてジャンキと言われてた桜井、はい、チョイスさんの、うん、あ夢ちょっと話をしようかなと思いまして、はい、本ももういっぱい出てて桜井さん絡みの、うん、企業のトップの方とか、うん、アスリートの方とか将棋の羽生名人もなんか40歳になった時にちょっとお話聞きたいって言ってわざわざ会いに行くぐらいいろんな方にこう影響を与えてるすごい方なんですけど、うん、その裏プロで大金かけてなんだったら命もかかってるような戦いをしてるわけじゃないですか、うん、麻雀なんてもう素人がプロに勝っちゃうような運がもうかなり左右するゲームなんですよね、はい、じゃあなんで桜井さんは20年間負けなかったのかって言ったら、はい、これもうズバリ予知能力があったんですよ。で
例えばそれを目撃したこのエピソードとか聞くと、麻雀やっててこの相手が牌をこう切ろうとして、この段階もう何も見えてないんですよ、うん、その段階でロンって言ってもう倒しちゃって、でえってなって捨てたら本当に当たり牌だったとか、あとそういう弟子をこう鍛えるこの練習する場とかあるんですけど、この弟子がこっちで麻雀を練習してるわけです。ちょっともうだいぶ離れたところで桜井さんがこうタバコ吸ってるんですよ。逆の方向向いてるんですよ。あ、それ切ったらお前当たるよとか言うんですって。でやってる方は、は何言ってんだと思って切ったらロンって言われたり、もう予知というかもう見えてるんですよ全部。それとか、あの電車お前ら特急とか乗ってんじゃねえだろうなみたいなこと言うんですって、はい、それどういうことですかって言ったら、各駅停車に乗らなきゃダメだと。でえどうしてですかって言ったら、その次の駅で男が何人、女が何人、もう何だったら子供が何人乗ってくるかも、そういうのも予知していかなきゃもう麻雀なんか勝てないと、だから各駅停車に乗って、そういうのも日常から鍛えていけと。で桜井さんも実際当てちゃうんですって。数年前、うん、あの渡部がちょっとラジオをやってたんですけど、はい、そこに桜井翔一さんがゲストで来られて、はい、で僕も麻雀好きだから出させていただいたことがあったんですよ、うん、それで僕芸人だからちょっとこれ一発かまさなきゃと思って、桜井さんに向かって、僕プロ資格持ってて桜井さんより麻雀強いんですよみたいなちょっとボケをかましたんですよ。そしたら桜井さんが、お前何言ってんだよって、お前俺にそんなことを言ってきたやつ初めてだよって、うん、お前面白いなみたいに言ってくれたんですよ、はいはい、それでその数年後このバラエティー界で大ブレイクしてるこの僕がいるわけじゃないですか。ってことは数年前に僕がブレイクするってことを桜井さんは予知してたんです。信じるか信じないかはあなた次第です。誰の知恵それ？知恵とかじゃない、僕がこういろいろこう途中までめっちゃ良かったけど、渡辺君、あ、すいません、僕に振らないでください。僕も彼の一番嫌いな部分が見えた。なんでだよ、なんでそんな変なこと言うんだよ。最後最後言うてたことって変なことや。したいじゃんか。あのちなみにあの息子さんは吉本の NSC におったよね。いや、やめてますけど、はい、本当に有名な話で、あのうちの会社 の, その大先輩の西川清師匠もじゃんけんがすごい強いとか、なんかそういう売れてる人は勝負事は強いっていうのはね、はい、なんかこう実際にね、何人もの方がゴルフ場で雨を止められるとかまあ、あの見られてますもんね。雨が降ってても、あのバッファロー後の木村はあのピーカーなのに、彼が草野球で打席に立つたび雨が降る。3打席全部ダメやん。それはそれですごいですね、はい、さあ小島君、はい、みんなに何とかしましたよ。いや、そんな言い方ない。ちょっと本当に最近の話で、7月に中国高速鉄道の事故が起こったのは皆さん記憶に新しいことだと思うんですけども、これ犠牲者の数がまあ32人とか35人と言われているんですよね。でまあ皆さん各々なんかいろいろニュースとかでいろいろ聞いたと思いますけども、これなんで35人って発表があるのかと、これちょっと疑問に思うところがあるんですよ。ちょっと中国で今まで起きたこう大事故の犠牲者の数のちょっとまとめた表があるので、それちょっと皆さんご覧ください。93年から2009年まで中国国内で起きたもう大事故だとかで犠牲者が出た数なんですけども、横の数字皆さんちょっと見てくださいよ。大体35人32人33人、まるでなんかハンコで押したみたいな感じの、これが中国国内で起きた、未だかつて起きた大事故と言われてる事件なんです。これ35って数えらい気になるなと思うんですね。それ以上の事故ってあるだろうと思うんですけども、実はですね、中国というところはなんかその地区でいろいろ事故が起きたりしまして、36人以上犠牲者が出た場合にはその地区の共産党委員の幹部の方が処分されるという、そういうふうな噂がどうもあるんです。だから実は今回の高速鉄道の事故も35人以上圧倒的にいたけども、その地区の共産党委員の幹部の方が処分されないように、電車の中にもまだ犠牲者の方とかいてらっしゃる方もいたにもかかわらず、それを証拠隠滅するために先に埋めたんじゃないかと。信じるか信じないかはあなた次第です。なるほど、
ちなみになんですけど、他の外国の保険会社とかが調査したんですよ、はい、そうするとおそらく犠牲者が259人以上いるだろうと、はい、言われているんです。ちょっと謎の多い国だ。ありがとうございます。はい、これ僕なんですけども、前の怖かったはい、とかもね、飛行局のやつ、アパートのやつもそうです、掛け合い物件のやつ、めっちゃ怖かったもん。ちょっとまず皆さん先にこちらご覧ください。さあ、鳥居なんですけど、よく見るような鳥居、まあどこにでもありますよね。じゃあこの鳥居がどこにあるのかっていうのはこちらにあります。はい、まあ、羽田空港皆さん利用すると思うんですけども、気づかへんかった。羽田空港のですね、ちょっと離れた駐車場のちょっと偏僻なところに現在もある鳥居なんですけども、はい、この鳥居はちょっとね、あの奇妙なことがいっぱい昔からある鳥居でして、もともとですね、江戸時代に羽田沖をですね、埋め立てるんですよね、はい、埋め立てた時にそこには狐がいっぱい住んでまして、はい、で狐を祀るために穴守稲荷神社というのを近くに作ったんです、はい、そこから時は経ちまして、昭和初期にですね、東京飛行場というのができるんです。これが要は羽田空港の前身の飛行場です、はい、でそれからまた時が経って戦後昭和20年にですね、 GHQ がそこの飛行場を抑えるわけですよね、はい、GHQ が飛行場をちょっと拡張しなきゃいけないということで、うん、この鳥居を壊す工事を始めるわけです、はい、そうすると不思議なことにですね、工事の作業員が次々とこの鳥居から転落するという事故が起き、でなおかつですね、この工事中に機械に挟まれて死亡するという事故が起きるようになります。でこれはちょっと鳥居の撤去とか壊すのはやめようということになりまして、そのままずっと鳥居があそこにあることになったんです、はい、しかしそこから約30年ぐらい経った時ですね、1982年なんですけども、また、空港の拡張工事がありまして、ちょっとどうしても鳥居がちょっと邪魔だからどけなきゃいけないと決定した年のですね、1982年の2月に、まあ、皆さん覚えてらっしゃるかもしれませんけども、羽田空港で滑走路の手前で飛行機が墜落して、うん、死者が24人、重軽傷者が150人という事故が起きる。でもそれは鳥居の撤去が決まった後にすぐそれが事故が起こったんです。ところがやっぱりね、皆さんあの分かっての通り、羽田空港どんどんでっかくなりますんで、1999年ですかね、はい、やはり鳥居があるとちょっと邪魔になると、はい、撤去じゃなくて他の潰すんじゃなくて他の場所に移そうということなんです、はい、他の場所に移したのが今先ほど見てもらったの駐車場のあの中途半端なあそこに移すことになるんです。でそこに移そうということになりまして、この移す時の工事なんですけども、普通の晴れたもう工事には絶好の日だったにもかかわらず、重機が入って工事を始めた瞬間に突風が吹き荒れるんですよ。でなかなかクレーンで吊り上げられないぐらいの状態になっています。でそれをやっと吊り上げて今ここにこう置くようになったんですよ。ところが今羽田空港皆さん知っての通り国際便もいっぱい来まして、うん、はい、で国際便ができたことで以前より 1.4 倍の発着陸の数になってるんです。あそこも後々は空港にしないと、はい、羽田がハブ空港としては成り立たないようになってるんです。だから土地がまだこれ写真見てもらってもいっぱい余ってるじゃないですか、はいはい、あの辺は後に空港になる予定なんですけども、はい、あの鳥居を触ると必ず恐ろしい目に遭います。この鳥居の呪いを、まあ、信じるか信じないかはあなた次第です。的場さんとかね、鳥居っていうとやっぱり神様じゃないですか。そうですね、だからそれはやっぱり、まあ、神様っていうのはやっぱり人間の力じゃ及ばないのかなっていう、あんまり、ね、ま、通り道って言われてますから余計ですよね。ちょっと聖司行ってくれ。なんでやなんで俺がせえなあかんねん。聖一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 、お前らおかしいんだよ。僕が聞いたのはその中空洞だって言ってたんですけど、昔水分があった星で中に凍って閉じこもってるっていうのを聞いたことあって、で木星にあの隕石がぶつかった時に木星のすごいでかい部分がバーンと弾け飛んで、地球とまあ間にある月がそのでっかいもう地球クラスの隕石になってたんですよ。それがこう来た時に月がその隕石と地球の重力引っ張り合いになっちゃって、ガーッてもううわーってなってパカッて割れちゃったんですよ。
カッて好きなの。でそのそうです、パカッて割れて中の氷がバッて出て、で地球にそれで引力で引き寄せられて、で大気圏突入するときに、はい、あの氷が溶けて地球に水がブワーッジャーッて来たんですよ。それがノアの大洪水だって言われてるんです。へえ。でも池上さん、月の裏側に何があるとか言ってたじゃないですか、はい、これがねアポロ計画で言われてることなんですよ、はい、でそのアポロ計画の要はアポロ8号が、はい、行った時にアポロ8号の任務っていうのが月周回軌道っていうんです、はい、月面着陸を目的としない、はい、その時に言ってはいけない、ある日に月周回軌道って、あ、月のだ裏側までずっと見るってことやろ。人類で初めて月の裏側を行ったのがアポロ8号なんです、はい、でその時のパイロットが言ってはいけない一言を言って帰ってくるんです。何言ったの？サンタクロースっていう言葉で言うんです。そのサンタクロースっていうのは未確認生物、未確認飛行物体のことを言うんです。で月の裏側を回ってきて帰った時にサンタクロースがいたぜって言って帰ってくるんです。で後にこのアポロ8号のパイロットはアポロ13号に乗せられるんです。そしたらアポロ13号ってその後どういう事故が起きたかはもう皆さん分かりますよねって、言ってはいけないことを言ったやつっていうのはどうなっていくかって。あれ、そのだでも確かに先ほど言われてた火星の話もそうなんですけど、僕らって火星ってイメージするのは真っ赤なイメージですよね、赤い土地の。でもあれは NASA がフィルムを変えてるだけなんです。本当は青空がある星とも言われてるんですよ。 NASA って青いの？青い。なんでそんなことすんの？だからなんでや、読めや、ちょっと NASA の人間なあ、見せろや。もともと青かったんです。だからその僕らもこの火星の末裔ですからね、はい、だから立ちましょう立ちましょう。風の谷のナウシカあるじゃないですか、はいはい、あのナウシカは実は火星の記憶から作られたアニメなんです。火星の記憶？いや実際あの火星っていうのは地球の重力の3分の1なんですよ、ね、はいはい、で実際その、 あの不快っていうので侵されて、はい、どんどん人間が住めなくなってくるっていう、はい、あれはまあこの火星もだん水の跡とかあるじゃないですか、はい、実際生命体がいて砂漠化してしまったっていう、で最後人間が住めなくなって、まあ、終わったんですけれども、はい、かっこいい、かっこいい、なんで僕これ見つけたので、3分の1だからメーベって飛ぶじゃないですか、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、だからあの風使いっていうのは実際にできるんですよね。じゃあ我々は火星人の末裔で、まあ実際に残ってますよね、記憶は。その最後の文明で地球にたどり着いてきたっていうこと、あ、だから先ほども言いましたけどピラミッドがあるって嘘つけって言ったじゃないですか、実際にあるんですよ。で火星で有名な人面岩っていうのを皆さん見たことあると思うんですけど、火星で有名な人面岩、人面岩って言って、まあ、人の顔をした岩が火星に存在する。だからトースポとかに載ってたよ、そんな。はい、それは、まあ、公表されてるんですけど、それをアップにすると要は人間の顔とライオンの顔に分かれてるんです。人間とライオンの融合がもう火星にはあるんです。人間とライオンの融合って言ったら日本、あの地球にもあるじゃないですか。それが何かっていうと、エジプトのこのスフィンクスや。ナイスショット。だからひょっとしたら古代文明っていうのも火星からに住んでた人たちがあの地球にたどり着いて一回文明の知識を与えて帰っていったもん。いやー、すごいですね。世界的ロックスター、まあ、たくさんいろんな方がいますけども、早死にするなというイメージないですか？あるある、これなぜかね、早死にするミュージシャンの中で不気味な共通点があるね。キーワードがいくつかあるんですけども、まずは27歳という、例えばですね、ローリングストーンズのギタリストの、ブライアン・ジョーンズ、そしてドアーズのボーカルジム・モリソン、ジミ・ヘンドリックスにブルースの神様ロバート・ジョンソン、そしてロックの歌姫ジャニス・ジョプリン、これ皆さん27歳の若さで亡くなってるんですね。共通項があるんです。さらにですね、もう一つの共通点が J の呪いなんですけども、J の呪いのこの J、はい、この J は何かと言いますと、はい、今言ったミュージシャンイニシャル、そうそう、ちょっと見てみたらですね、あら、全ての人に J というアルファベットが必ず入ってるんです。はいはい、こういう共通点があるんですね。アメリカではですね、まあ、ロック界の、まあ、スーパースターとですね、悪魔崇拝というのを結びつけて解釈するというのがありまして、まあ、売れないミュージシャンが名声を手に入れたいということで悪魔と契約をして、はいはい、そして名声を手に入れることができるが27歳で命と引き換えに亡くなってしまうと、こういう契約を悪魔としてるんじゃないかと囁かれてるわけ、はい、急に出てきたこの27、はい、
この数字皆さんご存知でしょうか。ソロモン72柱というものがあるんですけども、これはですね、ソロモン王が封印した72の悪魔ということなんですけども、うん、この悪魔っていうのがですね、番号が振り分けられてまして、その27番目に当たる悪魔、ロノウェという悪魔なんですけども、はいはい、このロノウェという悪魔が司るのがですね、音伝達なんです。で、このロノウェと契約を交わした者は、その人が発したメッセージが万人に伝わると言われてる、ね、つまりですよ、さっき紹介したあのミュージシャンたちはこのロノウェと契約して、はい、素晴らしい万人に伝わる音を手に入れたんじゃないかと。どっかで会ってんねん、みんなロノウェに。この契約からも誰も逃れることができない、一度契約してしまう、はい、しかしです、ほう、ロノウェとの契約を払いのけた人が日本のスターで一人いるんです。誰J の呪い、ああ通称 J、 あれ千原ジュニアさん。そう思ったのかしら。きっとジュニアさんはロノウェとこれ契約を結んでたはずなんですよ。ジュニアさんというのは、まあ、15歳という若さでデビューしてますよ、はい、そして一気にスターダムもう上り詰めますよ、うん、そしてお笑い界にはなかったロックスタイル、はい、ジャックナイフと言われておりますそうあれ一番最初のロックスタイル、まさにお笑い界のロックスター、やっぱりロックで売れていく、はい、これはまさにも契約を交わしてるはずだということですよ。そして2001年の3月の26日、ジュニアさんはバイクの事故で生死をさまよいます。それはなんとジュニアさんの誕生日の4日前の話です。うわ、そうなんや。だから、はい、ICU で誕生日迎えてますから、中治療室で意識ない時に。だからジュニアさんはあの誕生日を迎えて実は死ぬはずだった。なるほど。でもあの時期にですね、千原浩二という名前を使い出したのもあの時期なの、ね、だからジュニアさんが千原ジュニアという名前 JR ドットこれを使い続けていると、はい、今ここに座っていないと。おっさん誰ですか。政治が鼻くそほじってる時みたいな。俺違うよ。政治やろ。ロノウェイ。ロノウェイ。世界最強の超大国となる国、それはインドです。インド。まずそもそも私とインドの出会いは約5年前になります。これはインドに実在する陸上競技の 400m の当時の世界記録を樹立した国民的英雄ミルカ・シンという選手の自伝の映画なんでございますけども、当時ね、この映画でアジア大会を依頼として日本人の選手やっぱり欲しいということで日本の陸上連盟に依頼がありまして、いや武井壮さんいけるんじゃないかみたいな書き込みがされたことから、僕にオファーが来て、で僕当時預金残高がゼロで、僕のマネージャーじゃなかった頃の今のマネージャーに1万円を借りてインドに渡ってこの映画を撮影したんですけど、でその1年半後にインドでこの映画が公開されると、なんとインドのアカデミー賞14部門独占、国内の映画賞を50個以上獲得するという過去最高大作みたいなことになって、当時インドに渡った時に生まれて初めてと言っても過言ではない敗北感を私が味わったという、その敗北感を味わったものの数々を今日ご紹介します、はい、まずは映画に関するあるデータを入手しておりますので、こちらをどうぞ。こちら世界の俳優年収ランキング2017年度版でございます。なんと8位9位10位3人並べてインド人です。皆さんこの名前誰かご存知だった方いらっしゃいますか。いませんよね、うん、それは当然です。インドの映画で活躍してるインドの俳優さんだから。顔見たら分かる。でもアメリカの俳優やったら世界マーケットじゃない。世界マーケット、うん、でもインドはインドマーケットでこのギャラってことなんですか。さようでございます。ここがインドの底力。インド国内だけの上映でもこれだけのギャランティーを稼げるマーケットがあるという。さらに恐ろしい企業に関するちょっとデータをご用意しておりますので、こちらご覧ください。こちら世界的企業のインド人 CEO 一覧、
ああ、もう様々な世界的企業の CEO をなぜかインド人が務めている。数学がすごい。しかしそうです、その通り、数学、あの技術系の教育が素晴らしい。そこに一因があるんですけど、その一翼を担っているというか、その総本山がこちらになります。インド工科大学という。毎年約1万人から1万5000人の入学者がいます。はい、しかも、受験者数は約50万人という。50万。しかもインドのもう世界トップクラスと言われる数学を学んだトップの高校生たち50万人のうちのわずか 2%。 一例を挙げますと、 IIT を卒業した初年度の学生に対する Google の提示額、大体いくらぐらいだと思います？50万円給料ね。100万円。100万円分かった、言ってください。3700万円です。初任給約月300万円、最低でも月300万円、はい、そこがもう最初の定時、大学生1年目で入った。それだけエンジニアとしての技術が半端じゃないんです。恐ろしいでしょ。さらにインドの底力を示すデータ、こちらございます。彼はインド最大の富豪と言われている男でございまして、ムケシュ・アンバニー、約4兆円の資産を保有するインドの大富豪でございます。恐ろしいのは、はい、彼の自宅なんです、こちらご覧ください。何これ、これ世界で最も高価な個人の邸宅だと言われています。なんと総工費、840億円840億。はい、そして約60階建てのビルと同じぐらいの高さなんですけど、天井高をすごい高くしてるんで、なんと27階建てです。さらにこんなデータございます、どうぞ。今後5年間で成長するであろうアジアの都市ランキング、トップ10のうち、まあ、半分がインドの都市で占められていると。そして私この場をお借りしまして宣言させていただこうと思います。私武井壮はインドに進出します。もうすでに私インドに何度も足を運んでおりまして、こちらご覧ください。はい、ね、インドの旅してるよ。僕5年前あの日本で、ね、芸能を始める前も家がなく、あの街を毎日車で移動して、どんなことが楽しまれているんだろうっていうのをリサーチするところを始めて5年後に今ですから、はい、インドにもその同じスタイルでまず行って、日本はその時どんなことがその楽しんでるなっていうリサーチした、あのテレビ番組をまず24時間分1週間全部どんな案件があの扱われているのかをノートに全部書き出していったんです。そしたらまず多かったのがスポーツ、はい、そして動物、安定的にあるのが動物、そしてあとお笑い、はい、あとニュース、この4つが強かったんです。でそれに向けてお笑いの方々と食事を毎日するようにして、で毎晩おしゃべりしているのを録音して、こっそり芸人の方々とおしゃべりしたの全部録音して、その笑いが起きたところ全部編集して車の中で聞いて全部コピーして喋れるのを8年間練習してたんです。へえ、すごいですよ。だからもういける、インドで絶対成功する、はい、この5年間は武井君の中ではもう予定通りってこと、計算通りでございます。はあ、すごいね。じゃあ10年後あんな変なビルインドで作るの？5年後ぐらいですかね。近い将来、私がインドで最も有名な日本人になっていることも想像できるでしょう。信じるか信じないかはあなた次第。いや確かに。僕の出身大学が慶応大学っていうところなんですけれども、うんうん、ね、慶応ボーイのあっちゃんなんて言われることあるんですけど、僕は実は慶応ボーイではないんです。んというのも、慶応ボーイというのは慶応を幼稚舎から中高大ストレートでエスカレーターで上がった人間だけを慶応ボーイ。このまあ権力構造の中で、はい、僕は慶応ボーイではなく慶応を卒業した人ということになるんです。でまあそういう慶応の中でもこの真の慶応ボーイはブランド化されてまして、政財界でも多く活躍するのはこの真の慶応ボーイと言われてます。
で最近まあ活躍して有名になった慶応ボーイで言いますと、今年話題になったドラマ半沢直樹、演出を務めた福沢克夫さんという方なんですけど、この方は紛れもなく真の慶応ボーイなんです。しかもですね、あの慶応の創始者福沢諭吉の孫の孫、夜叉子なんです。ですから福沢と慶応の血は日本の経済を動かし、そして今も日本人の心を動かし続けているということが言えるのかもしれませんね。そんな慶応ボーイのスタートとなる慶応幼稚舎、小学校のお受験でもものすごい人気で最高峰の小学校なんですが、4クラスしかないんですよ。 K 組、E 組、I 組、O 組、慶応組、これクラスごとに特徴がありまして、 E 組と I 組はいわゆる一般的なお金持ちの子供たちであるとか、タレントさん、有名人、スポーツ選手の子供たちなんかがそこに入ります、はい、ただこの E 組と I 組というのは後から追加されたクラスなんです。もともとは2クラスだったんです、はい、慶組と O 組、それで慶応だったんです。この O 組というのはどういうクラスかというと、将来医者になることを運命づけられた子供たちです、はあ、つまり大病院の院長や会長の御曹司たち、将来医者になるためだけにそこに入ってますから、そのクラスの授業内容はと言いますと、とてもスパルタらしいです。内部進学とはいえ慶応の医学部は最高峰の受験難度になっておりますので、めちゃめちゃ勉強させる。では逆に慶組は何なのか気になりますよね、うんうん、実はこの慶組こそが生っ粋の慶応家系、さらに言えば日本の大企業の会長や社長の御曹司たちなんです。イメージで言うと花より団子という漫画の F4、 あ、はい、あれが40人いる感じですド迫力です。その慶組の授業内容も変わってます。要するに大組ほど勉強しなくていいんですよ、将来社長が約束されてますから。じゃあ何をやるのか、やる内容は一つ、この40人で仲良くしてくださいってことなんです。考えてみなさい、その40人みんな社長になるんですよ。ああ、全員が将来仲良かったら仕事がやりやすい、一気に日本のその時代の経済を牛耳るんですよ。なるほど。ですからその6年間クラス替えは一切ありません。ただ楽しく人とつながる、それが大事。そんな慶組のエリートたちはその後も中高大とで卒業してからも絆を持ち続けてると言われてます。どこで持ってるのか、これがですね、都内有数のホテル帝国ホテルというのがあるんですけども、うん、その日比谷の帝国ホテルの地下1階に三田クラブという会員制のサロンがあるんです。この三田クラブ、普通の慶応生では入会できないようなとても厳しい入会条件があり、つまりここに慶組のメンバーたちは卒業した後も集まっている。そんな三田クラブ、優秀でさらにサラブレッドが集まってますから、この三田クラブこそが日本の経済に大きく力を持っていると言われてるんです。そうですよ。というのもこの慶応幼稚舎から設立から100年、ちょうど100年してこの三田クラブが創立されまして、その三田クラブができてほどなくしてお札に福沢諭吉が現れます。もともと聖徳太子だったその一万円札、それに福沢諭吉が登場した、うん、そしてその20年後、お札のデザイン変わってますよね、うん、夏目漱石は野口英世に、新渡戸稲造は樋口一葉に、ただ福沢諭吉だけは謎の続投している、うんうん、これはどういうことなのか、うん、このお札のデザインの最終決定権というのは財務大臣にあるんですけど、その時の財務大臣が塩川正十郎、その塩川正十郎を任命したのが小泉純一郎、なんとこの2人とも慶応卒なんです。一説によると三田クラブという大きな黒幕がこの2人を福沢諭吉続投のためにこのポストに据え置いたのではないかとさえ言われてるんです。